デさんの、ヒデさん今日2回目ですけど、あれですね、もっとスマート。びっくりした。でもちょっとなんか怪しい匂いもちょっとせんこともない。あ、なんかもう笑顔。なんか壺おられんのかなみたいな。中性的な感じじゃないですか。なんか裏があるのかなみたいな雰囲気もするけど、こう語り出すと、あ、なんか、あ、普通にじゃあ熱い気持ちを持った。何かこう手を差し伸べたいみたいなところを持っている人なんやなと思ったら、普通にええ人やんみたいな。こうなんていうかな、損得なしというか。悪いこと言った方がいいですか。